で、あとまた来たら、この辺に置いてから、もうこれ全体を照らす感じで。はい。うん。じゃあそれもやるよって大丈夫です。で、はい、この後みんながあのボンボリをこの中に設置するもん。はい。でそれが終わってからあのマリをつけよう。はい。うん。わかりました。たら全責任みたいな。そう、今年のが一番好きかなと思ってるんですけど、まあやってみないと分かんないですね。この高さを変えてこうウェーブ状になってるんですけど、昨日ウェーブ状がこういっぱいありすぎてちょっとそのウェーブが見づらかったんで、ちょっとウェーブにある竹をちょっとだけ抜いて、そのウェーブがこう見やすいようにしたので、ちょっとすっきりするかなと。でもこればっかりはこれやっぱ一回置いてみないと分からないから。真ん中の部分はあと20センチ高くすればよかったなと思って。まあやっぱりこのお祭りをこう何十年って続ける中でいろんなことが起きるんだなっていう、この14階でこれが起きてますからね。今回は6000人ぐらいですね。
制作から、この竹の制作とか設置に関わってるのが多分2000人ぐらいで、あとはもういろんなところで和紙の灯籠を作ってくれたりとか、ちょっと別のところで協力してくれてる人が4000人、3500人ぐらいいるから、まあ、総勢では6000人ぐらい、まあ、延べで参加してますから、まあ、すごいですよね。ただそのパワーがもったいなくないように僕らがコーディネートしないと、あれおかしいぞって言われるからそうですね、みんなの頑張りがしっかりそれ以外の人に伝わるようにしたいな。これから検討ですけどね。でもこれだけこう人がこう、まあ、集めてはいるけど自然に来てくれるっていうのはすごいな、まあ、やっぱりなんか同じ人たちだけで固まってるとなんかすごいことやってるんだけども、それが全然すごいことじゃないようにもう当たり前すぎて、新しく人をこう入れようとか、いろんな人たちが応援してくれてるっていうのもなかなか気づかなくなっちゃってるので、やっぱクラウドファンディングとかをやって、まあ、こういうお祭りがあってもういろんな人たちの協力で成り立ってるっていうのをこうみんなに伝えて、あそんなお祭りあるんだって知ってくれた人が、あじゃあまた次参加してくれたりとか、他の人にも宣伝してくれたりっていう、まあ、やっぱどんどん広げていくことと、やっぱりコアな人たちとその周りで応援してくれてる人たちを結びつけないと、やっぱり中心の人たちもなんかきついだけですね。こういろんな人が応援してると思うと、あ頑張ろうってなるんですけど、今まだちょっとそれがですね、お互いが離れてるからちょっともったいないな。でもまあいい方向には全ていってるので、やらなきゃいけないことも見えてるので、まあこれからは早くなるかな。